上運動食ブータニッピーようこそ。さて本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちら丸ハニチロのお魚ソーセージを食べたいと思います。丸ハニチロって前にゼリーとか缶詰とか冷凍食品を食べたことあるんですけど、魚肉ソーセージは初めてな気がしますね。どんなものなんでしょうね。それでは、はい、まあピンクでシンプルなやつですよね。はい、中身はこんな風になってます。ピンク色でいかにも魚肉ソーセージという感じですね。ではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。ぷりぷりとした食感の中から魚肉なのであっさりとした味わいがあって美味しかったですね。通常のソーセージの脂がちょっとという方にはこちらの方がいいかもしれません。まあ魚肉ソーセージってそういう風なところありますけども、あっさり食べることができて2本でも簡単に食べられまして本当に美味しかったですので、こちらも点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演武終焉。お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。